はい、どうもこみです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思います。いや、新しいの出てきましたね。新しいの。ネクボーとかね、やってらっしゃる方にはかなり朗報な、今日は動画になるんじゃないかなというふうに思うんですけども、前ですね、ドラバルの、まあ、クロートであるですね、ゲスキングさんですね、こちらのクランのゲスキングさんの、アタックっていうのもですね、前に、ご紹介させてもらったことがあるんですけども、そのゲスキングさんが、またですね、新しい鉄板編成見せてくれました。で、今日合計これ6本見てもらいたいんですけども、4本はゲスキングさんがやったやつ。で、残り2本は僕がやったやつです。で、全部最後まで見ていただくと、おそらくですね、あ、これマジか、反則級じゃねえかっていう風に、ちょっと思ってしまうかもしれないので、もしですね、時間が許せば、6本最後までご覧いただいて、参考になりましたらですね、よろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひね、お願いできたらという風に思うんですけども、さて、まあ、脳書きされずに、まずはね、見ていきましょうか。これ、やばかった。ちょっとね、ご本人がね、急に DM くれて僕に、何事かと思って、珍しいなと思って、よく読ませていただいたら、すげえ戦術ができちゃいましたと。で、またまたゲスキングさんよくおっしゃりますな。まあ、見てみますかって言って見てみたら、本当にやばかったっていう。ガチやばかったやつですね、これ。行ってみましょう。で、編成はこんな感じなんですね。ゴーレム、あと、アイスゴーレムが入ってます。で、ネクロマンサー多めなんですね。ボーラーは入れてません。入れずにネクロマンサー多めで、あとこれ、間違えた、これ、ストライカーじゃねえや。この、ウドランチャーですね。こいつを入れてってます。で、どういう風にこの戦術組み立てるかっていうと、簡単に言うと、ここの面からですね、ネク棒を始めて、ゴレネクか、を始めていって、ウドランチャーをゴンと。どうしていく。で、中心部でウッドランチャーが当然やられますよね。で、このやられたタイミングで、レイジとインビジを与えることによって中に入っているスーパー、ウィザードを、インビジの呪文をかけながら爆破させるっていう、まあそういうですね、攻め方になっています。で、ですね、この攻め方って実は、ある程度どんな村でも、アタックすることができるんですね。で、まあ、その辺もあとちょっと後半でじっくりお話ししようと思うんですけども、こんな感じ。はい、コスパビズがですね、今、インビジかけられて暴れてたんですよ。ちょっと見よう、こんな感じ、ボーンって。わかる?わかる?わかる?で、トームを使うタイミングも、実はスーパーウィザードに合わせてるんですね。なんで、インビジが終わった後もスーパーウィザードがこう暴れまくって、で、最終的にはもう、アーチャークイーンとかね、ネクロマンサーがガンガン、その、インビジで削られた施設をこう殴って、全開まで持っていくという形です。で、この戦術のすごいところは、これね、パッと見た感じ僕、あれなんかちょっとでもそうは言ってもね、区画ごとの破壊っていう基本を忘れてるんじゃないのって思ったんですよ。例えばこういうとことかさ、こういうとことかさ、こういうとことか、まあね、もう完全にノーケアになってるんじゃないですか。まあ、確かにこっちからネクロがね、こう入ってくっていうのはわかるけど、でもちょっとウッドランチャーとね、主力がここから入ってくんだったら、この両サイド、結構、なんていうのかな、しっかり見れてないんじゃないのかなって思ったんですよね。だけど、結果的にはですね、中央に、入ってたネクロマンサー部隊っていうのが、まあ、アーチャークイーンもそうなんですけど、かなりのね、体力というかを残して、最終盤までこう突き進んでいくので、最後ですね、この両側っていうのを、あと、ロイヤルチャンピオンでささっと掃除して終わりっていう、そんな感じになっちゃうんですね。で、基本はこの、ウドランに、ウドランチャーに、ネクロマンサーを後ろからこう刺していくっていう、形の攻め方になっていくんですけども、結構ね、いろんなバリエーションがあります。で、どんな風にこれを使いこなせるかっていうところもちょっとお話ししていきたいと思うんですが、基本は、ウッドランチャー、こいつですね。ウッドランチャーって呼んでいいのかな?あ、これ僕のアカウント10だからそうか。出てこねえ。やばいな。まあ、いや。笑おうと思ったら、すいません。まあ、まだ、喉がやられていて、変な笑い声になったら、へへーとか言って、キモい笑い声出しちゃいましたね。これ。で、これかな?はい、もう一本見ていきましょうかね。で、このアタックのポイントっていうのは、今回、呪文が少し編成変わってるのが分かりますかね。ライトニング5プラス、クエイク1です。で、これを使うことによって、今回は、投石機、入りの投石機を1本持っていってます。ここですね。で、これで多分、ゲスキングさんね、新しい環境になって、投石機の体力が上がっていて、ライトニング5発プラスクエイク1じゃ、
折れなくなっていることを多分ですね、ご存知なかったんじゃないかと思うんですね。ここら辺がね、ちょっとゲスキングさんらしいなというか、失礼かな、これ。っぽいなと思ったんですけども。まあ、最終的にはこのチェーンがね、入って折れるんですけども、折った後に、ここの面ですね、ここを見る、違うか、こう見るんですね、こういう風に。こういう面で見るんですよ。で、これウッドでガーッとこう突破をしていきながら後ろからネクロマンサーを追従させていくっていう、まあ、そういうね、攻め方になっていくわけなんですけども、そうすると必ず、ここ、横打ちされちゃうじゃないですか。ガン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 、通す機器から。で、こういう風なところっていうのは序盤にライトニングで処理してしまうんですね。で、これが、前紹介させてもらったジュンさんのあのネクボーと何が違うかっていうと、ジュンさんのネクボーっていうのは基本的にライトニングの呪文はそんな使わないですね。クエイクとジャンプを中心部に使っていって、なるべく、透析機とか、あとはインフェルノタワー、あと、クロスボウっていうのにダメージを与えながら壁を開けていく。で、中に入ったネクロマンサー部隊とボーラー部隊が、スムーズに突破していけるように、準備していくっていうパターンだったんですけども、今回のゲスキングさん式っていうのは、もう、ウッドランチャーを使っていくので、ここが全然、ジャンプの字もいらないし、なんなら、クエイクと同じような効果で、どん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 その、なんていうのかな、施設にダメージを与えながら壁を開けていけちゃうんですよね。で、ネクロマンサーが大量に出てるので、あとゴーレムもいるので、こいつらが壁になってくれて、ウッドランチャーなかなかダメージ受けないんですね。っていうところで、これがかなり、ネクロマンサーの進軍を助けてくれる。で、最終的には中盤から終盤にかけて、スーパーウィザードが解放されて、インビジの呪文、プラストームに、乗っかって一気に暴れまくるという攻め方になってます。まあ、合理的ですよね。自分はね、これトームをウドランに当てたりとかしたんですけども、後で見てもらうんですけども、ゲスキングさんは割と、スーパーウィザードにこのトームを当てていってましたね。まあ、多分そこら辺っていうのは、ゲスさん式が本場だと思うので、まずはそっちでやってもらうのが、まあ、いいのかなっていうふうに思うんですけども。いやー、すごいですね。こんな簡単にいくかっていうね、僕もね、実は相当ね、実はミスってるんですよ。一回使わせてもらったんですけども、えらいミスしてるんですね。まあ、あとちょっと見てもらいますけども。もうそれでもいけちゃうっていうのがね、本当に、おいおい、マジかよっていうね、ふうに思うところです。はい、これ。これですね。ライトニングプラスのクエイクで、宝石機にダメージを得て、これを、あとはロイヤルチャンピオンで処理していきますね。で、ジュンクさんのネクボと違って面を広くしないのがこのゲス3式で、ここをライドだとロイちゃんで処理していったら、あと見る面はここなんですね。ここだけ見ていく。こういう風に。この四角をウッドランとネクロでこう見ていくっていう、こんな感じです。なので、透析機とかが少しこうね、端に出ちゃっている場合、なんかは腰の戦術が割と使いやすいんですけども、ですね、ちょっと一言、これね、ジュンクさんの攻めとの大きな違いを言っておくと、タウンホール側からこれをするっていう選択肢ほぼないんですよ、この決算式。なんで、下手すると星1になっちゃうっていうリスクは往々にしてあります。まあ、見てもらっての通り結構安定するんで、まあ、星1のリスクがそんなに多いかって言ったらそうでもないんですけども、これ一発勝負の、戦い、普通の対戦みたいにフォローができませんとか、あとは、クラン対戦リーグみたいな、で、フォローができませんっていう場合には、ちょっと怖いですね。万が一が起こってしまった場合、アウトなんで。ただ、このウドランが見てください、これ。ね、見ました？相手の防衛援軍とか、バン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 吹っ飛ばしていっちゃうんですね。で、ポイズンいらないんですよ。で、ポイズンなしでガンガン中心部に入っていけて、これ、はい。スパウィズに、はい、レイジプラスのインビジンがかかっていって、バンバンバンってこの辺、ダメージがバババってこう入ってきますね。バババババってほら、また入った。ほら、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 こんな感じ。で、最終的にはタウンホール、ウドランのダメージと、あとはインビジ、スパーウィズのダメージで、結構削られたところにアーチャークイーンがクロークを解放して、圧倒的なこのユニットの残り方。スーパーウィザードがこれまで残ってんすよ。4体か3体かわかんないけど。こういうことなんですね。こうなってくるともう一点突破で、ここからね、こう入っていたじゃないですか。で、まあ、こっちの区画は、出してきた、こうネクロマンサーが突破してたと思うんですけども、完全に手薄になっているこの3次方面。これ本当は、まあ、セオリー的にはなんかでケアしなきゃいけないんですけども、ぐるっと回って処理できちゃうんですね。非常に単純な、プランニングでいきます。入りさえ気をつけて、通す機器だけは絶対ケアする必要があると思うんですけど、それをケアしながら、中心部に向けて、ウッドランとネクロを
プッと流し込んでいけるような、絵が描ければこれですね。残ったネクロたちがもう完全にこんだけいるんで楽勝です。時間もそんな問題ないですね。これ今の攻めも、はい、2分30秒ぐらいのこれアタックになってるんで、あんだけ回り道しても2分30秒でまあ済んでしまうということなんですね。いや恐ろしいなっていう感じがしますね、マジで。いや、月産ね、本当に、ドラゴンを封印して今やってるらしいんですけども、やっとね、しっくりくる編成来ましたっていうことで、星6を2連続取っていてね、で、僕もね、実は星6もらっちゃったんですね。とんでもない失敗しながらも、まあ、星6が取れちゃうっていう、なんかそういうね、すげえポテンシャルを自分で使ってみて感じたんですけども、まあ、今回はそうですね、ライトニング2プラスのクエイク1で、これどこに使っていくのかな？ここか。イーグルホーク角にライトニングにプラスのクエイクを使っていって、アイスゴーレムからのロイヤルチャンピオンですね、このイーグルホーク部分を削っていこうということでしょう。そうすると見えるのがこういう風なルートが見えますよね。こちらからこう攻めていくという形が見えていくかなという風に思います。まずはしっかりとロイヤルチャンピオンでここですね、シールドを使ってイーグルまで追っていくことによって、イーグルがずっとですねネクロ部隊を横打ちするということがこれなくなりました。入る面が限定されるんで、かなりですねネクロたちをばらけさせずに固めて入れることができます。で頃合い見計らってライドのカットのね様子を見計らってネクロとゴーレム、アイスゴーレム順次投入していって、ウドランは一番最後ですね。でそこからヒーローを投入していきます。で、ここ今穴が開いてるからいいんですけども、穴が開いてなかった場合でネクロが前に入っていってくれて、防衛のターゲットを取ってくれるってことができなくなっちゃうんで、まあ、ゴーレムもそうですけどね。そういう場合にはなるべく早く壁に穴開けて、ウドランの前に、ネクロや、スケルトンやゴーレムが出るように、する必要がありますね。中心部分に入っていたウドランがまだまだこうね、活躍していて、この辺で体力が厳しくなって、弾けるところを見計らって、レイジからのインビジ。これでスーパービザとか出てきて、相手の防衛援軍一瞬で焼き切って、さらに奥側にも入っていきますね。スーパービザとの電撃ダメージが入っていって、ここでトーム発動、さらにスーパービザとネクロマンサーを守っていきます。もうこれでタウンホール付近までだから反対方面行っちゃうんですよね。で、さらに、ここ、ケアしにくい部分、シングルインフェルのクロスボウがあるんで、ここに関しては、ジャンプの呪文を使ってケアしていきますね。だからこの呪文が使えるんですよ。ここ。ここ全然呪文いらないんで、クエイクとかいらないんで、ガンガン押していけちゃうんで、ウドランで押していって、最後の角に呪文を打てるということですね。だから、ほんと、ライドニング使って、ジャンプの呪文を持って、レイジも持って、インビジも持ってと。これでクエイクが使えないから、ちょっと不利に見えるんですけども、結果的にはウドランが壁開けてくれるから、まあ、クエイクの効果を、まあ、やってくれるっていう感じですかね。ネクロが大量に残ってますね。このネクロが最後残った、この三字側、十字側か。を押し切っておしまいと、ネクロとかもヒーローだな、これもうクエイじゃねえ、クローク残したアーチャクイがいましたね。いやーすごい。まあ、なので、クランジ、タウンホールの反対側から、攻めなきゃいけないですよっていうところに関してはちょっとなんだ、場面を使う場面をね選ぶかもしれないんですけども、まあ、こんな風にかなりですね、2回攻めれる、要は普通の対戦とか、イベント戦とかの場合には、だいぶ重宝する攻め方になるんじゃないかなと思うんで、ぜひね、試してみてもらいたいなと思うのと、僕がこの前やったアタック見ていきましょうかね。これこれ。いや、ネタかなと思って、きれいに星6なんですね。で、僕、月産みたいに綺麗に決めてないんですよ。どんなプランにしたかっていうと、この村、ジュンクさんの動画見て、ぜひ見てほしいんですけども、ジュンクさんから聞いたネクボーの攻め方の動画。この攻め方をする場合は、基本的には、村を見るパターンっていうのがあります。で、ネクボーをする場合って、ここですよね、ここ。ここを主力部隊のネクロマンサーで落としていきたいというふうに思ったんで、まあ、ジュンクさんの場合ネクボ、今回はネクロとヒロですね、落としていきたいと思ったんで、ここに相手の主力防衛が全部入るようにするんですね。これインフェルの、あとは投石ですね、クロスクロスクロスタウンホール、これが全部入るようにするんです。ここにもまあインフェルノが1本あるかな。そうすると、これがノーケアになっちゃいますね。ここの、透析菌が。あと、ま、ここにクロスボーンが1本あるけど、まあ、こいつはいいかな。無視していいかなと思いました。で、ここの透析菌、これだけちゃんとケアしないと、こいつが残っちゃうんで、そこにですね、こう、ライトニングを当てることができちゃうんですね。
ライトニングを当てていってこれを壊しながらこれでサイドカットするんですよ。ライトニングでこんな風にこれができちゃう呪文の枠数持っていけるのがこのゲス式のいいところですね。で、こいつでカットをしたら、あとベビードラで、ユニットが流れないように若干のカットを追加で加えながら、はい、これミスです。ゴーレム出してすぐにウドラン出していかないと、ネクロたちがね、それちゃうんじゃないのと思ったんですね。したら、見事にシングルインフェルノのタゲもらって、ウドラン何も仕事をせずに落ちると。ひどい、ひどいアタック。ほんとひどいんですけど、でもね、そもそも、今のプランニングができているとですよ。今言ったプランニングができていると、ジュンクさん式って言っていいのかな？ジュンクさんに習ったネクボをやる場合の、村の見方のプランニングができていると、ここから入ってくる大量のネクロマンサーたちがこうレイジとかね、に乗っかって壁ガンガン、ウドランが多少壁削ってくれてるんで壁殴り上げるんですね、こういう風にね、レイジで。で、最後、タウンホールだけはケアしたかったんで、なんとかタウンホールまで持ってくれと思って、ここでインビジの呪文を打って、ネクロ本体を守りながら、スケルトンを進めていく。で、タウンホール到達する段階で、ここですね、トウモを使って一気にタウンホールを落としていくと。いや、よかった、なんとか星に取れた、危ねえと思いながら、ロイヤルジャンピオンを、十字方面から出していったら、あれよあれよと。だからネクロマンサーが来る前にウドランである程度ここが削れてるんですね。この辺の施設が削れちゃってるので、壁も削れてるので、意外と進軍がうまくいっちゃってたんですよね。大量のネクロマンサーが中央部にこう残っていて、でそいつらが地味にターゲットを取ってロイちゃん守ってるんですね、こういう風に。でまだロイちゃんとアーチャークイーンが、能力残したまま今いますよね。でこれでなんとなんと押し切れちゃうんですね。で、まあ、だから、何が言いたいかって、まずこの僕の一本目は、ウドランをこんだけ仕事させずにミスったとしても、ある程度の、このなんていうの、アドバンテージが取れる、部分があるってことです。なんで、村の選び方はまずすんごく大事で、この村の選び方、この動画の中ではあんまり詳しく説明しません。さっきね、ちょこっと話しました、この施設がって言いましたけども、それぐらいにしておきます。で、本当にこれを詳しく知りたい方は、僕の過去動画見てください。ジュンクさんから聞いた、ですね、なんだ、ネクボーの極意の動画がありますんで、それをね、ぜひ見てもらえたらと思います。めちゃくちゃいいねついてますんでね、僕びっくりしました。さすがジュンクさんのやっぱノウハウは違うなと思いましたよね。再生回数2000回くらいで多分170いいねとかって、あんまクラクラ動画で見かけないイネリーさと思うんですけど。いや、本当にあの動画神動画だって自分でも思います。本当にね、ジュンクさんにはありがとうですね。素晴らしいノウハウを教えてくれて。で、これですね。ラスト。これで取れちゃうんですね。で村選びを、しっかりできれば、ここまで、ウドランミスっても取れちゃうっていうのが、まあ、この、攻め方の美味しいところなわけですよ。でちょっとね、ちなみに気になるんで、本当にウドランで合ってるのか少しね、ちょっと見せてください。ウドランじゃなかったらやべえな。これね。あ、ウドランじゃよかった。ウドランで合ってた。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。いやー、クリエイターコードが遠のいちゃうかと思いましたね。まあそもそもそんなのね、お前がもらえるのかよ、この野郎って話かもしれないけど。さて、ラスト行きましょうか。ラストはこれ。これはね、えらいミスをもう一個します。まあぜひね、このミスをしながらも取れるんだってところを見てほしいなと思うんですけども、プランニング先に言うと、ここですね。ここを、ウドランプラスのネクロマンサーとヒーローで押していきます。そうすると、ここがフリーになっちゃうんで、ここにライトニングを当てていきますね。ということによって、まず、横打ちの投石とシングルインフレの処理。で、こっちに対しては、ロイヤルチャンピオンを当てていきます。あと、ホグライダーを当てていきたい。さらには、ジャンプの呪文を持ってるんで、ジャンプをここに打って、ネクロたちをこっちにこう誘導する。っていうことをね、していきたいと思います。で、ここに関しては、スーパーウォールブレーカー持ってますね、こいつで、壁に穴を開けていって、ネクロマンサーで処理していくと。まあ、そのようなプランニングを描いているというふうに思ってください。で、まずはですね、どっから行くんだったっけな、これ、ライトニングから使うのかな、ちょっと見ていきましょうか。自分で攻めて忘れちゃってる。風邪薬飲んでたんでね、この時。あ、今もちょっと風邪残ってるんですけど、頭がぼーっとしてるからね、結構集中力が低かったんですよね。で、まあ、そのせいでとんでもないミスをするわけなんですが、えらい時間かけてんな、俺。クエイクからのライトニングですね。で、落としていく。これ壊しちゃうと、ネクロマンサーがターゲットにする施設がなくなっちゃうんで、ここ、あえて当ててません。
ボムタワーに一発加えてますね。で、壁開け、壁開けやって、で、ここですね。これ、美味しくもらえるんで、ウィザードでもらいました。この2つですね。はい。で、ゴーレムを出して3箇所に出して、一気にネクロマンサーをこの面に出していきますね。突入したい面を囲むようにこう出していく感じで、ネクロマンサーをちゃんと出してから今度はウドラン出してます。これ前回の反省ですね。ネクロとゴーレムがちゃんと壁の中にこう入ってくれるのを見計らってウドランを出しながらさらに後ろからアーチャークイーン、バーバリアンキング、グランドオーデンを続けていきます。で、今度はねウドランじゃ僕ほんこれ多分ですねスケルトンが竹取ってくれてるんで、おそらくここですね、まだトーム我慢しても良かったなと思うんですけども、ウドランチャーを活かせようした方がいいのかなと思って、これトーム使っちゃったんですよ、僕ね。トームボーンって使っちゃいました。で、使っちゃって中から、はい、スパビズが出てくるぞというところで、レイジからのジャンプジャンプこれね、これやってしまった。で、あっという間に、スーパービザードが全部溶けたんですね。いや、ちょっと残ってるかな。いや、全部溶けたな、これ。全部溶けた。これは、でもなんかもう攻め方のそもそも本質がなってない気がするな。まあ、で、残った、まあ、インビジを何ロイちゃんに当ててシングルを打ったんですけども、まあ、これはちょっとどうだろう。なんかこれはゲスさん式に全くなってない気がする。今、動画撮ってて思ったけど。これ、いいのかな多分ダメだよな。ダメですね、これは。ここにジャンプが未だに高校と考えてますけどね。まあまあ、言いたかったのはさっき言ったように、あんだけミスってもちゃんと配置が選べれば結構伸びるので、だからミスさえしなければ、ゲスさんのようにちゃんと決めさえすれば、もっと伸びちゃうわけですよ。言いたいのは。だから、何度も言うけども、配置選びはすごい大事。で、この配置選びするときにポイントになってくるのは、タウンホールの逆側からアプローチしないと、この攻め方ってうまくいかないってことです。なんで、星1が絶対できない場合っていうのは、ちょっとね、気をつけた方がいい。で、まあ、ジュンクさんのネクボっていうのは、タウンホール側からでも反対側からでもどっからでも攻めれるんで、まあ、そういう意味において使い勝手の幅がすごい広いですね。まあ、なので初見であらゆる村を全開できてるんだと思うんですけども、この月算式はタウンホールの逆側から攻めてワンチャン全開確実に取っていきたいっていう場合にぜひ使ってほしいという、戦術なのと、今言ったように、ゴーレム、ネクロマンサーでターゲットをしっかり取って後ろからウドランで、壁を壊しながら押していく。で、破壊できないゾーンっていうのはロイヤルチャンピオンにライドニングを当てるもよし、ライドニング、6発や5発にクエイクを、加えて、呪文で壊していくもよしというね、選択肢が取れます。ただ、マストで持っていかなきゃいけないのはレイジ1発とインビジン2個、これはちゃんと持っていって、ウドランが壊れた瞬間に、使ってですね、スーパーウィザードを隠しながら、バン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 ね、スーパーウィザードのチェーンを入れていく。まあ、それがポイントになります。全然使いこなせてないけども、こんな僕のヘッポコ攻めでも全開に逃げてしまうというね、とんでもないポテンシャルを秘めた、攻め。そして最後に、一言言わせてもらいたい。これはね、怖いスパセルのピーポーですよ。もうね、このジャンプの呪文とインビスの呪文が、色が似ててレベルも同じだから間違えるのよ。風邪ひいて頭がぼっとしてるとこうなっちゃうのよ。もうね、ちょっとね、皆さんもね、こういうミスはしないでもらって、これホワイパテのピーポーじゃなくて俺が悪いな。人のせいにしちゃいけないよね。ということで、ぜひですね、この攻め面白いなというふうに思いますので、皆さん寝くぼされる方なんか特にね、一回試してみてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますので、ご参考になればとても幸いです。どうでしたかね？なるほど、なかなか面白そうじゃんと思っていただけたらぜひね、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。多分、ゲスキングさんも喜びます。そして、今後もですね、最近タウンホール13多めになってますけども、12、11も順次上げていきますので、これからもぜひぜひ、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。というところで、今年ももうすぐ終わりですね。皆さん、最後年越し、いろいろお忙しいと思いますけども、体も壊さないようにクラクラも適度に楽しんで、たまにはですね、私の動画も見に来てくれたら嬉しいなというふうに思っておりますので、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。